おはようございます、こんにちは、こんばんは。私はただいま小田急線の新宿駅に来ております。本日はサムネイルとタイトル通りの駅に向かいたいと思います。世界一の乗降客数を誇るのは皆さんご存知の通り新宿駅ですが、小田急線の新宿駅ももちろん新宿駅を乗降客数世界一の駅にするのに貢献しております。では世界一ときたら反対はワースト1。そう、本日の主役は小田急線の利用客ワースト1の駅ですが、小田急線の利用客ワースト1の駅といえば、そう、新宿のお隣の南新宿駅です。その新宿駅と南新宿駅は現在は 800m の距離ですが、サムネイル通りかつては新宿駅と南新宿駅はもっと近かったんですよね。なぜ駅がかつて近かったのかを分かる場所があるということで、本日はその場所に向かいつつ、なぜ駅が近かったのか、逆に言うとなぜ南新宿駅はかつての場所から今の場所へ移動されてしまったのか見ていきたいと思います。まずは各駅停車に乗り南新宿駅に向かいましょう。ということで新宿駅を出ることすぐに踏切を越え、そしてすぐにまた小さい踏切を越えます。そしてその小さい踏切を越えるとすぐに南新宿駅に到着いたします。ということで南新宿駅に到着いたしました。まずは乗ってきた各駅停車を見送りたいと思います。やってきた南新宿駅。南新宿駅は1927年に開業した駅で、2面2線の相対式ホームを持つ駅で、小田急線では利用客数が最下位となっております。新宿という名前がついているにもかかわらず渋谷区に位置しております。先ほども説明しました通り、現在はあの位置よりもかつては150メートルほど新宿駅寄りにありました。開業時は南新宿駅ではなく千駄ヶ谷新田という駅で、開業の10年後に小田急本社前、そして1942年に南新宿駅に改名されました。そして南新宿駅が現在の位置に移されたのは1973年ですが、ではなぜ移されたのかを今から見ていきたいと思います。南新宿駅の改札を出場しまして、かつての南新宿駅の場所へ歩いて向かいたいと思います。ちなみに南新宿駅は利用客数がワーストですが、ここ南新宿駅は代々木駅に近いこともあり、南新宿で降りて代々木に乗り換えるという方も多いようですよ。ワーストといっても結構重要な駅なんですよね。歩くこと4分ほどで小田急線の踏切が見えてまいりました。ということでやってまいりました。この付近がかつての南新宿駅です。そう、南新宿駅は開業時今見えている踏切2つの間にあったんですよね。それではなぜなのか解説していきたいと思います。
それでは本題を解説していきましょう。南新宿駅が開業した時は千駄ヶ谷新田という名前で、新宿1号踏切から2号踏切の間にありました。そして1937年に小田急本社前、そして戦前の大東急時代になり南新宿駅となったわけですが、当時の小田急線の列車は1両が15メートルくらいと中型車の6両編成で、この踏切の間に6両編成が収まるようになっておりました。まあなのでこの踏切の間に南新宿駅があったわけなんですよね。そして1974年に小田急初の大型車として2600型が導入された時も、まあ、もちろん皆さんも想像できるかと思いますが、当時の南新宿駅は中型車6両分のホームしかないわけですから、大型車が駅に入りきるわけないですよね。なので当時は大型車は新宿寄りの1両をドアカットしていたんですね。このような問題を抱えていた南新宿駅ですが、ちょうどその数年後の1972年に小田急線の新宿駅の改良工事が行われます。1960年に現在の地下地上の2層構造になった小田急の新宿駅ですが、利用客の増大に新宿駅の大きさが追いつかず、1972年に再度駅の改良工事が行われました。この時小田急の新宿駅は10両分のホームに延伸されるわけなのですが、ホームを伸ばすために新宿駅の線路の導線の位置を変更しないとならなければなりませんでした。まあ言い換えると新宿駅の地下地上ホームへ入る線路の分岐をより南新宿駅寄りに移動しなければならなくなったというわけなんですよね。これでもうお分かりいただけたかと思いますが、ホーム延伸のために線路の分岐点を現在の南新宿駅付近にしないとならない新宿駅と、ドアカットを解消したい南新宿駅との意見が合致し、南新宿駅が現在の位置に移動され、かつての南新宿駅はこのように新宿駅の地下ホーム、地上ホームへ向かう線路の分岐点となったわけなんですよね。それにより1973年に現在の位置に南新宿駅がやってきたわけなんですよね。そして2012年に重量化工事が行われ現在の姿となりました。今の南新宿駅は10両編成の長いホームを持つ駅ですが、かつては短い6両編成のホームしかなく、かつドアカットも行われていたなんて信じられませんよね。ということで本日の動画は以上となります。南新宿駅はワーストの駅として有名ですが、意外にも面白い一面を持っていましたよね。ということでいかがでしたでしょうか。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。さあ次はどの路線に乗りに行きましょうかね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後に新宿駅2号踏切のロマンスカー通過シーンでお別れです。